新州大谷派本願寺横浜別院は、神奈川県横浜市港南区にある新州大谷派の寺院である、道派の別院。新州本病本山と仰ぐ、東京教区に所属する。数計区域は、神奈川県下の横浜組、川崎組、三浦組、湘南組、東本願寺横浜別院とも通称される。住職は、 新州大谷派門首が当たり、林番が住職の職務を大手のひらする。宗教法人法による、宗教法人新州大谷派本願寺横浜別院の代表役員は林番が務める。行事はすべて参加自由である。定例法は開毎月9日18日28日、講師は数系区域の僧侶もしくは横浜別院林番など。 年中行事修正会から1月1日春季悲願会、春分の日を含めて全3日間。英体業法要5月28日から29日裏本会7月13日から15日秋季悲願会、秋春分の日を含めて全3日間。法央音符から11月1日から3日、付属幼稚園の園庭、本願寺横浜別院付属大屋幼稚園を隣接する。 安政6年6月2日、横浜、慶応2年8月、武蔵国倉木国横浜村に、東本願寺、第21代現状が28日港を組織する。明治5年10月、横浜市中区大田町6丁目に、本願寺浅草別院横浜市張所を建立する。明治14年、宗教団体法の規定により、宗派名が新州王や派と定まる。 明治16年3月、道区花崎町1丁目に移転する。明治18年10月、道区長者町5丁目に道を混流し移転する。出張所から死因に昇格する。明治32年8月12日、雲井町の大荷で累承する。明治40年6月24日、本堂を再建する。浅草別院から独立し、別院閣となり、 新州親派本願寺横浜別院が創立する。大正12年9月1日、関東大震災により被災し、道雨を全焼する。昭和15年12月、本土を再建する。昭和20年5月29日、横浜大空襲により被災し、道雨を再焼失する。焼失後は、仮堂を建立し活動する。昭和46年6月、横浜市より、 都市総合開発計画の協力要請を受け、同志郊外への移転を承諾する。元山隆市議会の議決を経て、復興事業を開始する。昭和49年11月、本堂、栗が完成する。昭和50年5月11日、本堂落景法要を厳守する。平成19年10月2日、創立100周年記念法要を厳守する。 電車横浜市営地下鉄ブルーライン、港南中央駅下車、徒歩10分。車横浜横須賀道路日野インターチェンジより、県道21号上大岡方面にへ、約5分。ありがとうございます。